ようございます。今日もようこそ、たかしさんにお越しいただきました。すっかり、日が長くなって、朝私は5時に起きるんですが、もう外は明るいです。では今日は最初は、長野県の松本市の乗鞍にあります、万松滝の写真です。いかにも、お地蔵さんが修行しているような感じがして、羅漢の滝と名付けました。地蔵さんの滝ですね。次は同じ長野県の塩尻市にあります高ポッチ高原から、夕日が輝いて素晴らしかったので、撮影しました。タイトルを「見納めの時ワンノフ」と名付けました。もう二度と見られないという景色でしたね。次は山梨県の北杜市にあります明野というところのひまわりです。うっすらと奥に、富士山が見えています。これも印象的なシーンでした。これは、長野県の白馬村の霧窪というところで、見つけた場所です。いかにも滝の前に咲く花が、けなげに見えましたので、タイトルを「可憐だ」ヘルスネスと名付けました。次は、同じ山梨県の清里高原にあります有名な土竜の滝ですね。これも上の方に羅漢が見えます。タイトルを「ドリューフォールズ」と名付けました。滝は神聖なものという意味がわかるような気がします。島根県の袖志ヶ浦というところから宍道湖を撮影しました。夕日がまた印象的でしたね。タイトルはそのまま「レイクシンジ」と名付けました。これは岡山県の高梁市にあります八鷹山の山頂から、撮影した夜明けです。大げさに日本の夜明け、The Dawn of Japan と名付けましたけども、実に感動的なシーンでした。これは
長野県の白馬村にあります、栂池自然園です。タイトルをそのまま栂池ネイチャーガーデンと名付けましたが、これを一周するのにかなり、疲れた記憶があります。今ではよく行ったなと、むしろ我ながら感心しています。次は山口県の岩国市にあります有名な錦帯橋の夜景です。タイトルそのまま「錦帯ブリッジ」と名付けました。今日の最後になります写真は、島根県の、大山の北側から、上田正治写真美術館付近からの撮影です。大山は北から見ると非常に穏やかな富士山のような形をしています。非常に優雅に、感じましたので、グレイスフルと名付けました。今日も、編集に手間取り何度もやり直しましたが、また明日も挑戦しようと思っています。どうかよろしくお願いします。